始まりました。始まりました。松戸翔さんのこれ知ってます。いきますね。それでは入ってますか。はい、入ってますね。まあ僕一人でやってるけどね。松戸翔さんのこれ知ってます。今日はですね、平均寿命って昔ちょっと前に市町村別の平均寿命っていうのやってたんですよ。あれ確か長野県やったと思うんです。どっかの村でしたけど、1位やったんですけど、国ごとの平均寿命なんですけどね。こう日本って意外に高いかなと思いがち、男性はですね、日本世界でも5番目なんですね。1位がアイスランド 80.8 歳、で2位が 80.6 歳で香港、3位がスイス、4位がイスラエル、で日本が5位で、男性ですよ、 79.94 歳で5位らしいんですね。で女性に至りましては日本 86.41 歳でなんと第1位でございます。これ2年ぶりらしいんですけどね。女性は長生きしますね、日本で。2位が香港、香港は男性も女性も長生きするんですね。そして3位がスペイン、4位がフランス、5位がスイスということ。女性は女性の方が長生きするんですけどね。何があるんでしょうね、この長生きする国の平均寿命っていうのは。何かがあるんでしょうね。最近では肉を食べてる方が長生きするっていう説もあるってね、言ってましたけど、そういうこともあるのかもしれませんけどもね。松尾修造のこれ知ってますわ。世界の平均寿命、最近ね、言葉が出てこないことがあるんですよ。41ですけど、そんな年ですかね、ちゃいますよね。でどうもありがとうございました。松尾修造のこれ知ってますでした。どうもありがとうございました。ケニー。